ガールズロックス。神奈川県16歳女の子、ラジオネームエンタテちゃんからの書き込み。すずちゃんはいたずらが好きそうなので相談です。今度友達の誕生日にサプライズをしようと思っています。すずちゃん、何かおすすめのサプライズはないですか？私いたずら好きそう、なんか好きそうなのでみたいな、好きですけどなんだろうな、そういう、いたずら、でもすっごい仲いいわちゃわちゃする友達だったら、もう顔面にパンといっちゃった方が、ケーキパンとドカーンといっちゃおうよっていう絶対、でも私一回はやられたいし、やりたいんです。やられたいって言っちゃダメかやられちゃうか、でもやってみたいですスクールオブロックの女子クラス、ガールズロックス2週目担当、そして新聞部部長、広瀬すずです。投稿3日目の今夜はこちらをお届けします。スクールオブロックの新聞部、サポーテッドバイ朝日新聞、活動報告。私が部長を務める新聞部では、あの朝日新聞にバックアップをしてもらいながら、スクールオブロックの新聞、スクールオブロックタイムスを発行します。この新聞に掲載する記事を書くのはもちろん生徒の皆さんです。スクールオブロックの生徒による、スクールオブロックの生徒のための新聞、それがスクールオブロックタイムスです。そして先月から募集していたあれがついに完成しました。スクールオブロックタイムス受験生応援特別号。もうすぐそこまで迫った受験、私が部長を務める新聞部でも、新聞で受験生のみんなを応援します。今新聞部のページにアップしたので、ぜひ見てください。スクールオブロックのトップページから新聞部をクリックしてください。どうですか、見れましたか？この受験生応援特別号には、生徒の皆さんから受験必勝法、そしておすすめディスク、さらに縁起のいい写真を掲載しています。今夜は生徒の皆さんから届いた受験必勝法を紹介したいと思います。ではまずは受験直前編から。滋賀県15歳男の子、ケボテン君からの受験必勝法。間違えた問題をトイレに置くべし。僕はいつもテストで間違えた問題をいらない紙に書いてトイレに置いています。トイレの時間も勉強できるし、同じ間違いをしなくなるし、とてもいいと思います。トイレまでってすごいですね。でも確かに復習とかって、さらに一人でやると全然やる気もないし、面白いなとも思わないですけど、壁に貼っとくとかもすごいいいなって思いますね。電車に乗ってる移動時間とか休み時間とか、なんだろう、短い時間でもすごいその時間に上手に使うのも大切なんだなって思います。私がセリフをどう覚えているかというと、一人で日頃ブツ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 言ってます。怪しいぐらいブツブツ言ってるんですけど、でもやっぱ繰り返しなんかやっぱ単語とか言ってると覚えるし、毎日寝る前に見て、起きたら見てみたいな、その台本そういう風に毎日繰り返してるので、なんかすごい興味を持つことがすごい、覚えるために絶対に興味を持つと覚えられるんですね、私は。だからなんか面白くないなと思っても、他の言い方に変えて覚えたりとかっていうのもすごくいいんじゃないかなと思います。そして東京都18歳男の子、ラジオネーム夏の雲くんからの受験必勝法。小さな目標を持つ。僕は3年前に高校受験をしました。その時に実践した勉強方法は、その日の目標を日記帳に書いて、最低限その目標を達成できるようにして勉強していました。英語だったら長文を一つは読む、数学では問題を30問やって、間違えた問題をやり直して理解する、といった目標を持つようにしました。そうすると勉強をやらなくなる日がなくなり、さらに毎日達成感を味わうことができて、勉強が楽しくなっていきました。大きすぎる目標だと、それに向けてどうしたらいいか私もよくわからなくなってしまうんですけど、目の前にあることを小さいことから一つずつ達成して、大きな目標まで
上がっていくっていうのもすごい、なんだろうな、頑張れるじゃないですけど、そういう目標があることはすごく素敵だなと思います。私も学校の階段は学校の土底辺にいる春菜、私が演じる春菜つぼむちゃんが階段を駆け上がっていくとか登っていく、変えていくっていうのがすごい、それがストーリーがどん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 見えてくるので、結構目の前にあることを変えてからまた次のステップに進んでいくっていうのがあるので、ぜひ学校の階段も見てほしいなと思います。そしてここからは受験当日編。長野県17歳女の子、ラジオネームおとちゃさんからの受験必勝法。未来のクラスメートが一緒に頑張ってる。一緒に受験を受けているのはライバルだけではなく未来のクラスメート。実際私は試験の時に隣に座っていたこと、高校に入って男子親友になりました。すごい運命ですね。でもそのどうして周りの人の方が頭がよく見えるというか、特に私も仕事をしてたのでこの人の方がよく学校に行って勉強してたんだろうなとかすごい思ってたんですけど、でもこの高校に受かるための受験はみんな目標は同じだと思うので、そう思ったら一人じゃないんだなっていう心強さもあると思います。そして愛知県18歳女の子、ラジオネームブルー&ホワイトさんからの受験必勝法。秘密のメモをポケットに入れるべし。どういうことなんだろう。実際にできない問題が一つあったりすると引きずってしまい結果が出せなくなることがもしがありました。そこで私は思い込み禁止、前向きに、切り替え、大丈夫という内容を紙に書いてポケットに入れておきました。実際やばいと思った時はその紙を思い出して引きずらないで切り返していきましたよ。すごい前向きに、切り替え、大丈夫って、すごいそれは少し自分に自信を持ったりしてるのかなと思って、すごいですね。私だったらなんて書くんだろう。自分を信じて夢に向かって頑張ろう、大丈夫だよ、お母さんがいるって書きますね。お届けしているのはブルーエンカウント先生のもっと光をです。すごい勢いのある曲で、光を求めるじゃないですけど、なんかみんなの目標に向かって本当進んでほしいって改めて思いました。今日は新聞部の皆さんが送ってくれた受験必勝法を紹介しましたが、スクールオブロックタイムス受験生応援特別号にはさらにたくさんの受験必勝法が掲載されているので、ぜひチェックしてください。そしてこのスクールオブロックタイムス受験生応援特別号と新聞部特製合格鉛筆を今月も250名にプレゼントします。受験当日はこの合格鉛筆と一緒に試験に臨んでほしいなと思います。それでは私とはまた明日この教室で会いましょう。新聞部部長広瀬すずでした。